あいにく、あいつらはいないみたいだな。え、いないのか？リシアか？奇遇だな。お前も酒を飲みに来たのか？ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか？お、隣にいる二人は外国から来たお客さんかい？おう、どうも、俺はザキだ。リシアの主友って言うべきか？何回か一緒に酒を飲んだことがあるんだ。よく知ってる友人さ。礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な異教人は滅多に見かけないはずだ。そうだな、防砂壁の向こう側の奴らよりよほど好感が持てるよ。それでリシアは人探しでもしてるのか？近頃エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ、見かけたよ。数日前ここで一緒に酒を飲んだばかりさ。実は他国との交流取引が手元にあってな、デリワーたちに手伝ってほしいんだ。どこにいるか知ってるか？そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。デリワーが最近金に困ってるから助けてやろうってことだろ。これはあんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。ネリワーたちは体つきもいいし、貨物の護送にはぴったりだからな。ありがとな、ディシア。デリワーは俺の友達でもある。そんないい話があるなら早くあいつのところに連れて行ってやらないとな。ほら、ついてきてくれ。着いたのか？ああ、ここだ。でも誰もいないみたいだが。あいつら、こんなところで何してるんだ？聞くまでもないさ。それはもちろん、お前たちのようなカモを待ってたのさ。ことだ。おいおい、勘弁してくれよティシア。お前のアール村での言葉が俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか？俺たちの仲間はこの異教人が村に入った時から情報を探ってたんだよ。お前がデリワーを探してることも、お前の仲間に凶霊院のやつがいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも全部知ってるぜ。どうやら私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな、こんなことになるならセノを村に残すんじゃなかった。お前ら一番強いやつを村に残したんだろ。今時商売を出しにして情報調査だなんて、自分が賢いとでも思ってんのか？するとあんたはデリワーの一味ってことか。ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中はお前が思ってる以上に団結してるのさ。ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かに
スメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりも砂漠の民と教令員の立場が逆転することを願ってるんだからな。デリワーへの印象からして、あいつはきっとこの大きなチャンスを見逃すつもりはないだろうな。正直、もしお前が村でやってたことを知らずに、さっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前が同志だと信じるところだったぜ。デリは、それにエンギル、あんたもいたのか。久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ。俺たちスカーレットキング様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。リシア、お前は砂漠の民だから、スカーレットキング様が宗神より優れていることを知ってると思ったんだがな。それがまさか俺たちに加わる資格さえなかったとは。あんたたちに加わって何のメリットがある？過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されていない段階で。やはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに、ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益をくれるなら誰だって私の友人になれるぜ。たわごと。やっちまえ。思ってた通りだったな。旅人、行くぜ。相手を間違えた。相手を間違えた。呪言律令。裁きを受けよ。バカな、お前がどうして。自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっきこう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから、情報を見逃すのも無理はない。きっとあんたに情報を告げたやつは、私のことを取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。何せそいつが聞いた話は実際に私の口から出たものだからな。もちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは、私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。たとえ私たちが魔物退治に行った話を聞いても、きっと主な功績者はキャンディスで、他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ。何が狩猟の獅子だ。そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。あれは他のやつに近づくための決まり文句だってな。大方こんな感じか。村に俺たちの仲間がいることを知ってて、わざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたらみたいに自分を賢いと思ってる奴が一番かわいそうさ。よし、これで揃ったな。おお、ディシア、お前はアール村にいた時からこのために準備してたのか。準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただあんたたちが外で調査してる間、怪しげな二人を偶然見かけただけだ。でもそいつらを捕まえるんじゃなく、情報を流すために利用するなんて。情報を流した二人はあくまでも手下に過ぎない。首謀者を暴くには長い糸を張り巡らす必要がある。
村長の家で言ったすごい迫力の名前のことか。確か丸めの肉屋にアバタズラの大豪と。あれは全部酒場で聞いた冗談さ。こいつら酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから自称丸めの肉屋エンギルに自称アバタズラの大豪とデリはと言った方が正しいな。人には酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワーはいつもスカーレットキングが優れてるみてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ。自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。さっき村長の家で聞きたかったのはこれか。ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。イザークとその祖父に料理を作るって言ってたやつだよ。あいつも過激派だったのか。いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して私が過去の印象から推測しているに過ぎないってあいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。さすが凄腕の傭兵だ。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで言ってたことは全部本当なのか。ん？どれのことだ。傭兵はお金しか見てなくて利益さえあれば友達になれるって。気になるのか。どうして。リシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか。あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように送信を嫌っているわけじゃない。私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについていろいろといい話を聞いてる。お嬢様の敬虔な感謝の気持ちを私はこの目で見てきた。お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て全ての元凶は教令院の賢者だと思うようになった。過激派がスカーレットキングを盲信して送信を敵視するのだって単に惑わされてるだけだろ。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことはできない。私はまだ正気だからな。ディシア。さてここでの件はこれで終わりだ。旅人、ちょっと手を貸してくれるか。こいつらを縛って村まで連れて行こう。襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。終わり次第お伝えいたします。キャンディス、手伝いはいるか。キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。犯人を尋問するのにこれほどふさわしい奴はいねえよ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしでも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。
時間ぴったりだな。もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエではごとくがあるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそ、キャンディスみたいなひたむきに責務を貫くやつになれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。セノもいたのか。ずいぶん早いな。ああ、昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さんお入りください。部屋に入ろう。隠しきれていませんでしたか？知ってるか、殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね？分かってる。もうぶたないでくれ。死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者はアール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり、家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私はあなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。スカーレットキングの復活は戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者だの誰もいません。本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも、私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。ええ、わかりました。申し訳ございません。知っていることをすべて話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、スカーレットキング様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は驚愕者がスカーレットキング様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにスカーレットキング様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとしてスカーレットキング様の復活を約束すると。わかりません。
1。え？どういう意味で？俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたら、お前を殺す。お待ちよ！嘘はついていません！本当に知らないんです！あれは、彼が。二。彼が俺たちに、毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです。そして村を出たら、決まった地点で引き渡す。そうすれば、謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です！全部本当なんです！どうか信じてください！もちろん他の二人に聞いてくださってもいい！確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるならさっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりは毛頭ありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからスカーレットキングの使者を名乗ってました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると強霊院のものかもしれない。昔強霊院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに強霊院のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。自分勝手に人をこっちに送り込んで、また連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また強霊院か。